ブダペスト子ども鉄道は、ハンガリーの首都であるブダペストの第2区と第11区にまたがり存在する狂気鉄道である。路線は、西地 A23 駅とヒューベシュタニ駅とを結ぶ 11.2km の単線非電化である。列車の平均速度は時速 20km ほどである。子ども鉄道との名は、ピオネイル活動に由来し、正式名称は、 ハンガリー国有鉄道非公開株式会社、セーチェーニさ子供鉄道である。ハンガリー鉄道路線番号は7号線である。駅数は臨時駅を除いて7駅である。1947年にハンガリーの主要鉄道運営企業であったハンガリー国有鉄道は子供たちにより運営される鉄道の開設を決定した。いくつかの候補地が上がったが、翌年、 ハンガリー共産党中央委員会は最終的にブダサンチェの建設を決めた。基間7 6 0ト、mm、ルのその狂気鉄道は1948年4月11日に着工された。工費を節減するためにボランティアや学生が動員され彼らが山を開き軌道を敷設した。この建設の功績は小説として出版されました。行により 運転規則の訓練が行われた。最初の3キロメートルの区間は1948年7月31日に開通した。1949年6月24日にはさらに3 7キロメートル延伸され、1951年に全通した。ピオネール活動は社会主義教育の道具であった。ピオネールの団員には優秀で、 高成績の生徒だけが採用される。この鉄道の駅業務や機関車の運転などの主な職務は大人の監督のもと10歳から14歳の子供たちにより遂行される。技術職としては大人も参加する。レイルファニーリーップハットレイルファニーリーップ。ありがとうございます。